こんばんは、ベジ太郎でーす。今、会社から帰ってきて、野菜を見回してたところ、ヨトウムシとアオムシ、シャクトリムシみたいなやつかな、見つけました。で、こっちの畑の方にも来てみて見ましたら、スティックセニョールですね。ここ、かじられて、倒れてました。で、ちょうど食べて隠れるとこを発見したんですよね。この穴。この穴にヨトウムシが隠れていったのを見ましたんで、ちょっと見つけたいと思います。どこおるかな？結構大きいのがいましたよ。どこ行ったかな？結構茶色いんで分かりにくいんですよね。どこだ、あった。うん。取るよけど大丈夫？後で言うわ。うん。あ、急ぎ？どうした？あるさ。はい。大変なことになってるみたいです。まあ大丈夫と思いますけど。はい、いました。ここですね。こいつがヨトウムシです。ほら、こら、はい、いました。こいつが夜出てきて、この作物の茎とかかじって全部倒すんですよね。前の動画にもあるんですけど、夜に出てきて盗んでいく虫、ヨトウムシっていうみたいです。ガの幼虫ですね。なんかいろんなハスモンヨトウとかいろんな名前が他の成虫の方で名前があるみたいですけど、あんまりよくわかりません。まあとりあえずこいつは害虫なんで、亀の餌にしたいと思います。じゃもうちょっと見回ってみたいと思いますね。ヨトウムシはもうあれから見当たりませんでした。でこちらは苗の様子ですけど、これはサラダスティックですね。本葉がちょっとずつ出てきました。徒長してますけど、今んとこいい感じで育ってますね。このエルバステラっていう、なんかセリオオバコ、夜種まいたもんで、最初の方がっさりやって、後半種が入ってませんでした。まあこれはどんな味がするのかもわからんし、まあお試しで作ってみたんで、まあ問題ありません。でこっち、キヌサヤはいい感じですね。でツルナシのエンドウ豆、これはちょっとずつ出てきてますね。でグリーンピース、グリーンピースも順調ですね。ナメクジあれから被害に遭ってません。でそら豆もちょっと一足遅れて発芽してきました。さあいい感じですね。まあ全体的にちょっと日当たりがいいとこに置いてもカラッカラなるし、日陰すぎても徒長するんで、ちょっと様子を見ながら置き場所を調整していきたいと思います。こっちがターサイか、ターサイが2パレットと、奥がキャベツですね。こっちも本葉が
ちょっとずつ出てきてますんで、このまま順調に育てたいと思います。はい、じゃあ以上です。お疲れ様でした。ポイッ。